オラフル・ラグナル・グリムソンは、アイスランドの政治家、第5代アイスランド大統領。日本の外務省では、氏名は、オーラブル・ラグナル・グリムソンと表記されている。1943年、イーサ・フィオルズール生まれ。1962年、イギリスに留学し、マンチェスター大学で、政治学と経済学の学士号及び政治学の博士号を取得。 帰国後アイスランド大学の講師となり、1973年、それまで同大学にはいなかった政治学の教授に就任した。最初の国政挑戦は1974年。1966年から中道政党である新歩党の青年同盟に在籍指導党の理事も務めていたが、1973年に離席し、左派政党の自由左翼連合から総選挙に、 立候補した。そして1978年、中道左派の人民同盟に倶り返し初当選。1983年までアルシング議員を務め、1980年から1984年までアイスランドを代表して欧州評議会議員会議の議員も務めた。その後、1984年から1990年まで地球規模問題に取り組む。 国際議員連盟会長、1987年から1995年まで、人民同盟党首、1988年から1991年まで、ステーン・グリムル・ヘルマンソン政権下の財務大臣を、歴任した。1991年に再度国会議員となり、1996年8月に、アイスランド大統領に就任。2000年、2004年、2008年、 2012年に再選され2008年8月から4期目を務めている。2000年と2008年は無投票当選で大統領選挙が実施された2004年は直前にアイスランド共和国史上初めてアルシングで可決された法案への署名を拒否し、省庁大統領の拒否権発動は越権行為だとして同国内で憲法論議が巻き起こったものの、 有効投票数の約86%を獲得し当選を果たした。2008年以降にヨーロッパを襲った金融危機では同国銀行口座に預けていたイギリスやオランダの預金を税金投入によって守るという法律案を二度に渡って署名せず拒否し人気を集めた。2012年6月30日に行われた大統領選挙の結果5回目の当選を果たした。 2016年1月1日の新年の書簡において、オラフルは、同年8月1日の小期目の人気満了をもって、20年間在職した大統領を退任すると表明した。しかし4月18日には、その2週間前に公表されたパナマ文書によって、もたらされた政治的な不安定を考慮して、再び大統領選に出馬する意向を明らかにした。その後、 オラフルは再び自らの考えを変え、5月9日に大統領選への不出馬を宣言した。大統領退任後は、北極サークルという非営利団体の議長を務めている。妻は2003年に結婚した、エルサレム生まれロンドン育ちのユダヤ人、ソーシャライト、ドリット・ムサイエフ。彼女とは再婚で、最初の妻、クズルン・カトリン、ソルベルグス・ドッティルとは1998年に、 死別している。ありがとうございます。